はいよ、こんにちは。天が強しなるし。ちょっと、時間がほら、余ったから、あるから、ね。昨日またコメントでね、北海道からこの沖縄の方の翔吾くん、ね、いただきまして、リクエストという形で、高の彼女、ね、高の彼女のリクエストということでね、時間がちょろっとあるから、ね、昼間ですけど、行くから、今2時半、14時半、ね、ちょろっと行くから。で、また夜は夜で、今日はちょっとカラオケ、いうところでね、シリーズで行こうと。シリーズの千春さんで行こうかという中で、ちょろっとだけ、ほら、バカバカ。後ろ、見える？見えた？ 見えた、ちょっとだけ。見えた？はい、こんな。今日はそんなむちゃくちゃ寒いけどな、というところで、忘れた。で、今日初めてね、こう昼間ですから、アマゾンチャンネルご覧になってくださった方につきましては、チャンネル登録よろしくお願いします。また出直しでね、夜、チャールさんやろう思ってね、チャールさん、3日連続で行こうかなと、勝手に思った。ギター適当やから、ごめんやけど、聞いてほしいのは、べしゃりか、歌か。そのどちらか。ギターもおまけやから、正直なし。これか？お出るこれ。夏もそろそろ終わりねと君が線香花こうしていたいわ、チリリン、チリリン、窓辺の風鈴、いいよ。いつまでこうして君と寄り添い方を並べて、来年の夏も。
サービスしようか。なあ、せっかくやから。せっかくやからサービスしよう。なあ、よし。ちょっとだけやで。どうなんだっけ。出てこへんかった。まあそんな時もあるやん、たまには。こういうことな。兄貴の言い分もわかる。女好きはおいらの悪い癖でも、ああそうなったじゃないの。機嫌直してほいよほいよ、おいらのうちまで。おいなやど、ここまで。また夜や。また夜は。ありがとう、ありがとう。どうした？今からまたちょこちょこっとね、長渕食堂やるから。バイバイ。また夜、りょうとりゅうくは、りーちゃんここおるわ。りーちゃんおいで、おいで。りーちゃんおいで、なっこした。こっち。いやいやで、バイバイ。大きにありがとう。よろしく。